やりましたわね。連合軍は父上、来るのがお…かぐやというもの、この辺りにいるという話だったが、見当たらぬ。向こうで誰か戦っておるのじゃ。芝居だな、行ってみるのじゃ。私の虜になりなさい。あれは孫悟の城。残念ながらかぐやではない。だが話を聞いてみる価値はある。なるもの、この近くに隠れておるやもしれぬ。父上にはここで待っていてほしいのじゃ。そんなことを言って父の目を盗み無茶をする気ではないでしょうね。ご安心を。乱が共に生き、お守りいたします。光秀様もお気をつけて。へんてこな生き物が出てきたのじゃ。芝居殿、どうすればよい。教えよ。指揮する将がどこかにいるはずだが、まずは邪魔な怪物を片付けるのが先。さすがは芝居様。ラン、修羅に入ります。へんてこな生き物はやっつけたのじゃ。してこの後はどうする。芝居殿、教えよ。指揮する者を探し出し倒すのだな。姿を隠しているとすれば、あの砦か。父上、早速行ってみるのじゃ。だが、いつまたあの怪物が現れるかわからん。孫悟の将とも早めに合流した方がいい。ラン、そちが行って助けてやるのじゃ。わらわのことは心配ない。わかりました。二人の将を救援し、すぐに合流いたします。お働き、見事です。目障りだ。目障りだ。なんなんだこいつら。いつ気味悪い連れしやがって。へえ、鈴の観念をお手上げってか。俺はわけわからないまま撃たれるなんてごめんだね。当たり前だ。こんなとこでくたばってたまるかよ。仕方ありません。出番ですわ。一緒に楽しんでみませんか。最初に。はい。ああ、欲しいのに。
私の虜になりなさい。今こそ攻め立ててやろう。やべえ、押されちまってるか。なんと無様な。ソチがいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。いかにも何か出そうな砦なのじゃ。ここでひるんでは負けなのじゃ。愛の気配を見る。迂闊に踏み込みよって。ごめんなさい。あいつがしてくれるわ。なんだこの化け物。こんなのがうまく効いてないっつうの。気づかないけど、このままじゃまずいぞ。本気ですか。助け立ちいたします。知らねえ顔だな。いい腕してるじゃねえか。助かったよ。これでどうにかしのげそうだ。お働き見事です。俺らで十分だってのによ。行く、一緒に暴れようぜ。貸しができた。かぐやとやらの居所を聞き出すこともできよう。さすがは芝居殿、その知恵が働くのじゃ。目つきの悪さは伊達ではないの。見事な戦いぶりです。おお、辻のようじゃな。怪物を操っていた者は倒してやったぞ。へえ、やるじゃねえか。こっちもあと少しで片付きそうだ。まあ手伝ってくれてもいいけどね。やべえな、押されちまってるか。出番ですね。知らずな上に知りたがりたい。ですが、意志の強いしっかりしたお方のようです。光秀殿、我らは事態を見守りましょう。はい。何かあればすぐに出られると備えておかねば。これぐらいにしといてやろう。ソチがいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。
ど、女の子を救いに来て女の子に救われてたんじゃ世話ないっつうの。今そのものはどこにおるのじゃ。欲しいよ。こっちが聞きてえよ。ここらで見たって話だな。向こうで喧嘩する野郎、ありゃ長領か。無事でよかった。あなたに何かあれば光秀様に合わせる顔がありませんので。心配いらぬのじゃ。わらわには頼もしい芝居殿がおるのじゃ。足を引っ張るようであれば置いていくが。超天元の武とくと見よ。やるじゃねえか。面白くなった。ここは数で勝負だ。ウッキー！手当たり！巨大な！私にもやかしなど通用せんぞ。本当に楽しんでみませんか？叩きなさい！敵将、打ち取りましたわ。使ってください。君、もしも勝利の虜になりなさい。泣く子も黙るというのを助けます。何をおののいている。お前も所詮子供という証だな。そこの猛者、安心せよ。わらわたちが来たからにはもう大丈夫なのじゃ。それはかたじけない。わきまえろ。今こそ攻め立ててやろう。いいね、その調子で頑張んな。やべえ、押されちまってるか。メタル、鮮やかな大人で感服しました。メタル、メタル、メタル、超量どもか。分身をいくら切っても拉致が開かない。あそこにいる本体を狙われる。無事に合流できたのでしょうか。何もせずに待つというのは辛いものですね。この辺りにかぐや殿はいないようです。我らも別の方面を探ってみるのはいかがですか。そうですね、北へ向け進みましょう。メザール、使っちまった。もはや小賢しい策を通じぬ。超分身、いざ参る。出番ですわ。おむ、悪いお猿は退治したのじゃ。ところでそなたはかぐやなるものを知らぬか。かぐや、この先の城にいる女子がそうであろうか。は、はい。しかし芝居殿、なぜ子守のようなまね。それは聞かないでもらいたい。いきなり妖魔に囲まれてしまうとは。救援はまだでしょうか。あら、やっぱり来ちゃったんだ。困るのね、あなたに人間の味方されると。ダックちゃんの邪魔するん。そんなうちが許さへん。ソチがいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。やべえ、押されちまってるか。これでようやくかぐやを救えるの。父上もきっと褒めてくれるのじゃ。これも芝居様のおかげですね。ずいぶんと遠回りをさせられたものだ。さっさと救い出すぞ。やりおる、次は負けぬぞ。お働き見事です。
遅れるな。はい、しまった。もっと楽しませて。やっほー、そちのかぐやじゃな。わきらすけに参ったぞ。皆様、お懐かしい。あら、お邪魔虫の登場ね。いいわ、まとめて消してあげる。わきまえろ。助けてくださりありがとうございます。これよりは私も皆様と共に参りましょう。さあ行かぬぞ。これ以上旋回の者に邪魔はさせぬ。おのれ、次から次へと。カグヤ殿を渡すわけにはいきません。邪魔立てするなら撃たせていただきます。こちらにも事情があるのだ。悪く思わないでもらおう。父上の危機なのじゃ。わらわが助けに行くぞ。私も共に参ります。助けていただいたご恩を返さなければ。ならば私は敵の視界のもとへ向かおう。これでようやく小森から解放される。芝居様、お待ちください。ランも共に参ります。類いまれなる武王を持ちと見える。この超文言とお手合わせ願いたい。見る目だけはあるようだが、人間の分際で神に挑むとは愚かな僕。おお、やるじゃねえか。その調子で攻め上がれ。父上、助けに参ったのじゃ。かぐやも、ほれ、この通り。楽しんでみませんか。はい、はい。はい、はい。無事に助けていただきました。よく頑張りましたね。あなたの無事を何より嬉しく思います。やべえ、押されちまってるか。シェ、敵さん、思ったよりやるね。今は人間同士結束すべき時。なぜ奴らに味方するのだ。そういう名前上がる。ふざけたこと。いいね、調子で頑張んな。真の三国無双にふさわしい。いいね、
調子で頑張んな。はい、叩きなさい。この先には行くな。行かん方がお前らのためなんじゃ。行くべきか否か、それを見極めるのは軍師の役目。おとなしく道を開けてもらおう。うちの人が親切で言ってるのに、わからない子だね。守ります。こうなったらお仕置きだよ。敵さん、思ったよりやるね。なぜついてきた。あの娘の護衛はいいのか。光秀さんと合流されるなら心配ありません。芝居さんをお一人にするわけにできませんか。勝手にしろ。ユゾーン、ユゾーン、わきまえろ。敵心は触れてやるわけにはいかん。かぐやの他にもたくさん仲間が増えたのじゃ。大勝利なのじゃ。お救いいただき感謝します。これからは共に参りましょう。芝居殿、娘がお世話になりました。子守は二度とごめんだ。まあ、子を心配する気持ちわからぬではないが。お救いいただきありがとうございました。やりましたわね。